はいどうも、ブヒケンです。本日は火曜日、さあやっていきましょうか。まあ、ちょっとこっちから行くかね。もう乾くには乾いてたので、真ん中の部分が思いのほかね、ここだけかなと思ったら結構行ってたんでね。うん、まあ同じようなもんだな。やっぱこの釘が、このクリップ止めの釘みたいの刺さってるところの周りですよね、やっぱり。うん、行っちゃってんのは。ここは違ったな、ここは。まあちょっとね、直していきましょうね。ちょっと型から取るか。はいはい、じゃあ1枚目ね。うん、ちょっとここの角落としたいね。やりにくいのがやっぱりいい方法はないかね。ないな。ああいいね、ほらぴったし、ぴったしよ、ぴったし。あ、中入っちゃった。うん、で合わせてみるとこう分かるんだけど、やっぱり若干カーブしてるのでね、そこをちょっとね、よいしょ。これぐらいの距離だったらそこまで気にならないけどさ、ちょっと待って、ちょっと曲げてってあげますね。ちょっと本当に微妙にだけどね、全体で見ると結構こうね、こういう風に見えるんだけど、ここだけなんでね、今ちょっと微妙に曲げました。まあ正直ね、ここのラインが合ってれば、でこっちはガラスがついちゃうし、うん、でモールもつくんでね、多少のごまかしは効くよ、この辺こういうとこは。お、いいね、バッチリだね。ちょっとさちっちゃい磁石買ってこようかな。お、バッチリでしょう、こう。お、いいね、いいね。一発どっかつけりゃ叩いて入れられるな。はい、とりあえずつけました。まあ、カーブはよく、まだ成形してないんであれだけど、多分いい感じで出ると思う。ここから見てもここもね、削るのは全部ちょっと最後にやろう。次はあそこを作っていきます。防腐剤がはみ出たところちょっと剥がしておきますね。どうやってやるかな、そこは。ちょっとここにこう、ここだけ合ってれば多分出るから、ここだけ合っててくれれば。でここもね、微妙にこう R してるもんで、ちょっと大きめに作って最後削って合わせるっていう感じね。それでやっていきますよし、とりあえず一発だけつけといた。ちょっと長めにしといて、スポット周りの真ん中のやつもつけておいたんで、これで立ち上がりを作ります。ちょっと待って。はい、こんな感じですね。微妙にここも、微妙になんだけど、こうなってるので、そうすればちょうどぴったしになると思うな。よし、はい、オッケー。ではラスト、向こう方終わったら成形しますね。ちょっと待って、これはやべえ、クソ腰に来る。あーあちょっと向こう行きます。はい、
地肌が出てたところはとりあえずの錆止めを入れておきました。よし、これで残すあとハンダだけね。ちょっと錆止めちゃんが一回乾くまで待ちましょうか。まあどうせ剥がしちゃうからいいんだけどさまあでもこれでね、あの一番でかい鎖のところはこれで全部ね、なんとかなりましたね。うん、いいでしょう、いいでしょう、これなら。あとはね、ウィンドウくっつけるときにね、最初にも言ったけど、一回こう巻いてあげて、ちっちゃい巣穴とかがね、開いてたらまたそこから水が入ってくんでね、うまくこうやって、で、ウィンドウをしっかりつけてあげると。うん、そうすればもうこういう風に腐っていくことはないと思うな。結局水が漏れたりなんやかんやしたりするもんで、こう皆さんコーキングでこう埋めちゃったりするんだけど、外側からいくらそれを埋めてもね本当にうまくこう巻いてやんないとね、液体ってこう入っていっちゃうんですよね。なもんで僕いつも言うんだけども、気持ちはわかるんです、気持ちはわかるんですよね。雨の日も乗りたい人もいるだろうからね、気持ちはわかるんだ。コーキングでこううまく水が入ってこなければいいなってやるの、うん、でもほとんど不可能なのでね、絶対塗らない方がいいです。はい、経験者は語るです。私も昔ね、初心者の頃やってました、コーキングでうん、何やっても無駄。うん、で逆にそんなことやっちゃうと中に入った水分がね、なんていうのかな、水分っていうかこう湿気がね抜けなくなっちゃうんで、余計錆がもう一回錆出ちゃってるとどん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 腐食が進んでね、ああいう風になってっちゃうんで、うん、やらない方がいいです、そういうのは。そんな感じだな。まあちょっといい感じでできたので、よいしょ、ちょっと剥がし錆落としのね続きに行きましょう。こっちよいしょね、ここだけちょっとね取ってみたんだけど、うん、その隣下回りがほいでね、サビいってないのよ、一番下のとこがねえ、面白いもんだよね。ここに一番ダメージがいきそうなもんだけど、ここが一番ダメージいってるっていうね。うん、ちょっとね頑張ってこの一周ぐるぐるあんだけどさ今見て笑っちゃった自分で一周ぐるぐるあんだけど、まあなくなってっちゃないのでね、今のところはね。トランク周りとかもまだね、この辺もちょっとだけね見てみたんだけど、やっぱり根が深いところがあるのでね、ちょっとその辺をねやっていきます。ほい、じゃあね行ってみましょうか。いやー、痛い痛い痛い、腰が痛い、ちょっと待って、やりにくいね、すっごく。ここね、ここからちょっとカメラに映らんかもしれんけど、これでさ、ここに線がこう入ってるでしょ、ここがモールなんですよ、モールがつくんですよ。だもんで、できればこっから下はあんまりねこういう風に削りたくないの本当はね、後でこう合わせなきゃなんないもんでさ、これがね本当になんていうのかな、総剥離とかだったらもう構わなくてバシバシやっちゃうんだけど、そういうわけにもいかないのでね、いくらなんでも、うん、なるべくね下まで行かないように、まあちょっとここからね角度がクンってつくとこだもんで、すごいごまかしが効くところなんですよ。なんでねいいんだけどさ、できればなるべく被害も少なくやりたい。ちょっと剥がいてみましょうか、映るかどうかわからんけどね。今ここで一番上のサビがこう映ってないねはい、マンテを1個上げたやつをつけました。これでね、経験上からなんだけど、これでこの根が深いとこを削って、もうなんていうかな、鉄板の奥の奥までもダメージがあって、本当はここもう鉄板なくなっちゃってますよっていう感じだと、
この次のつかこれで消えてっちゃうんですよ。あの穴が開いてくる。よいしょ。じゃあちょっとやってみましょう。それがあるともう切っ払って直さにはいかんもんで、できれば残っててくれることを期待しています。ちょっとやってみます。はい、ギリギリですね。もうちっといったらなくなるね。ポコッて穴が開く。ここ一箇所だけちょっと深いけど、でも大丈夫、なんとか残ってるね。よし、次ここ行ってみようか。いいね。やっぱりこの釘の周りとかに行っちゃうとな、やりにくいな。ちょっとここも行きましょう。もう初っ端からこれで行きますね。この辺なくなりそうな気がするんだよね。怖いな、ちょっと変えよう。最初からあのこれ以上のあの番手もあるんだけど、あんまりね、あの粗いやつでやっちゃうと初っ端からなくなってっちゃう場合あるんでね。まあまあね、このぐらいでもこう切っちゃったりする人もいますけどね。外人、あ、 YouTube で外人さんがやってるのとか見ると、もうこういう状態でバサバサ切ってっちゃったりするじゃないですか。でもね、なるべくちょっとね、あれどこ行った、なるべくちょっとね、あんまりドアとかね切りたくないんですよ。あの特にこういうね面の部分、切ったことある人は分かると思うんだけど、バサーンって切るとベコンってなるんだよね、ドア。その状態でね、なかなか元戻すの難しいしね、パテ大盛りになっちゃうんでね。ちょっと戻していってみましょう。よっしゃ、なくなってっちゃわないよ、なくなってっちゃわない。これぐらいだったらギリチョンだよ、ギリチョン。この辺とかはもう完璧に落とせるもんね、サビね。まあ鉄板にちょっとこうボコボコがもう出ちゃってるけどさ。で、あの一箇所だけパテが大盛りになってるようなところも今のところはないですね。もしこっちもちょっと行ってみましょうか。こっちもね、まだもうちょっと削り込んじゃいたいんだけど、嫌な予感がする。なくなっちゃねえよな、なくなっちゃねえよな。まあポチンとかっていう穴だけだったらね、こうやってざっくり切り取らないでハンダで埋めたりするんだけど、まあまあまあ、ちょっと時間が時間なんで、くーちゃん散歩に行ってきます。はい、帰ってまいりました。今ちょっと歩いてて思ったんだけど、あれ釘、要するにこれね、あのモールクリップが止まるとこう貫通してるよね。で、サビが出てたよ、出てるよね。おい、室内側はどうなってんだ。室内側ってかドアの内側ね。ドアの内側とかもサビ出てんのかな。ほいじゃあちょっと待って、うっこらせ、よいしょ。まあ別にドアの内側は全然いいね。これサビじゃないもんな、ちょっと、まあ、釘が刺さってるとこはどこだ。ちょっと待って、この辺じゃない。あ、釘が刺さってるとこはあの変なこのボツボツしたやつで全部埋まってんのか。これでそうか。若干サビが出てるとこもあるけど、そういうのがちゃんとあれなんだよね、やられてるんだね。これ補強か。そうか。じゃあインナー側までは大丈夫だね。穴開いちゃってるっつうのもねえもんな。ドアの角とかよく行っちゃってるけど、行っちゃってないな。
よしよし、んでちょっと安心した。よっからせ、あ、立ち上がれないちょっと安心した。あれって思ってたんですよ、今ね、散歩しながら。では続きをやっていこう。あ、ただ単に削ってるだけだから面白くない動画でですけどね。ちょっとこの辺ドアの残ってるとこちょっと削っちゃいます。はい、とりあえずここまで落としてみました。どこだっけ、こっから後ろまで。うん、こっちドア、ドア後ろ、なんていうリアのフェンダーの前のところは本当にあの落とせるね、サビが。うん、鉄も全然残ってる。フロアの方がひどいかな、どっちかっていうと。それでもね、ここまでの番手でやってもね、鉄なくならないのでね、大丈夫。うん、ただこの辺はいいんだけどさ、こっち結構来てるね、この辺。まあ、なくならないとは思うけどさ、ちょっとやってみようかね。え、これリベット止めかな、これリベット止めだな、リベット止めだよ。このも、このクリップも多分手に入んないよな。ちょっとこの一番、ここ一番なくなってそうな、なくなってねえな、あるな全然。うん、大概こういう風になってるとこの辺ね、なくなっちゃったりするんだけど、あるね。ちょっと剥がしてみようか。疲れた。ここ、ここの根が深い、この根が。ここだけちょっと穴開いちゃうかも。まあここが一番心配だったけど、全然残ってるね、ここ、この角全然いいよ。問題はここのクリップの裏だな。これね、リベットでくっついてるんですよ。ちょっと待って、あー、こんな姿勢でやるもんじゃないな。あとどうだ、ここか、こっち。まあ正直どこも、もうここもね、あのモールがつくじゃないですか、ここもここもここも。うん、全部見えなくなっちゃうとこだからね、まだ良かったかもねまあだからあれだね、あの湿気がやっぱ逃げないところ、溜まっちゃうところにダメージが来てるってことだよね。うん、まあまあそんなもんでさね、ちょっとこの辺もうちょっとね、明日ちょっとここのリベット行っただけ。そこっから先はね、ないのよね、傷んでる箇所。あ、あ、ここないかもここ映ってる、この段差、ここないかもな。明日のお楽しみに撮っときましょう。でこっから前はね、サビがないのでいいね。フレームは大丈夫だよね。うん、